圧倒的に奪われる前完全に包囲されちまったか。ここは俺たちで守り抜くしかない。嵐のごとく。お先真っ暗な状況に立ち向かう。こんなこと前にもあった気がするんだよな。俺たちはかけがえのない仲間だ。なぜかそう確信できる。力を合わせて乗り切るぞ。嵐のごとく。この戦力差、勝敗は火を見るよりも明らかだ。それでもまだ諦めないつもりだ。まともにぶつかったって勝てっこない。でもそこをどうにかするのが軍師のお仕事ってね。まずは味方の増援を呼び込まないと。そこでお願い、敵の包囲に穴を開けてくれないかな。頼んだぞ。カンボと長方が近くまで来ているはずだ。援軍到着まで我らは城を守り抜く。包囲を待ち援軍を呼び込む。カンボ考えそうなことだ。闇を滅さんだ。いいよ。ああ、カンボ殿の目はごまかせないか。ここは退場してもらうしかないな。包囲を崩すことにかまけ城の防御を怠る。アンベ、軽らしくもない。またもや敵の増援か。来るぞ、皆耐えろ。おお、よくやってくれた。あとは援軍の到着を待つだけだな。無駄にあがいても疲れるだけだ。一息に潰してやる。ならばこの小指揮に任せておけ。追い詰めた時にとどめを刺す。悪くない役回りだ。今度は北から敵の増援。少し休ませてほしいんだけどな。よりによってあいつらか。これは援軍到着まで持つかどうか。さすがに息が切れてきたぜ。だが援軍が来るまでどうにか耐えねえとな。観光と長方の到着まで命に変えても城は守る。今日の俺めちゃくちゃ働いてるよね。援軍が来たら一休みさせてもらおうっと。攻め手を緩めるわけにはいかない。私の指揮にも働いてもらおう。さらに畳みかけてくるとは。だが諦めん。諦めるものか。さあ滝に出してやろう。さすが見事な働きだ。お前の戦は俺の闘志を燃え立たせるな。ゼウスを倒したら余計面倒なことに。過去に戻ってやり直したい。冗談はいいから戦って。そんなことできるわけないのよね。間に合ったようだな。城を攻める敵を撃て。城内の仲間を救うぞ。蹴られぬ。観光たちか。蹴られぬ。いや、アテナ殿、これは心強い援軍だ。さすがの活躍。あなたの姿ずっと見ていたくなる。すごいね。実は天下無双でしょ。敵将討ち取った。培ってきた武勇見せてやる。さすが見事な働きだ。お前の戦は俺の闘志を燃え立たせるな。向こうにはアテナ殿が来たようだね。だが勢いづかせるわけにはいかない。いよいよ総攻撃か。そうか。
はずではまだこっちが不利なのに多方面から押し寄せるか。みんな耐えよ。耐え抜けば勝機はある。アテナさんのおかげで助かった。ここは素直に感謝しとかないとね。しかし私だけで状況を覆すのは難しい。そう、よければ共に力を合わせよう。無事だろうか。それよ、私たちも参戦する。大丈夫か。今助けるぞ。大事な仲間を奪われなくて本当によかった。さあこれからは復讐の時間に。やれやれ、待ちくたびれたぜ。しかしどうやって合流する？ここは思い切って撃って出よう。それぞれ敵の対象を目指して突撃。私たちはあの敵に当たればいい。カン暗黒マイル、我らも攻めるぞ。続け。来てくれるとは思わなかった。皆を守ってくれてありがとな。いや、残念ながら私にそこまでの力はない。どこまで役に立つかわからぬが、共に戦わせてくれ。敵は勢いを取り戻したか。来い弁慶、現人者の気概見せてやるぞ。リオンとまとれ。よしこさま、アテナ殿の突入で敵の包囲が緩みや。私たちが合流できたのは彼女がいたからだ。見られぬ。アテナ殿こそ美しき勝利の女神かもしれない。美しい相手で恥ずかしくないのか。関西と運命、運命はこれだから。ここは通さねえぜ。獲物を置いて逃げるか、俺に倒されるか。さあ、どっちだ。こいつ、親父よりも頑丈そうだな。誰が相手だ。超えなければ勝利をつかむために。今こそ攻め立ててやろう。やったね。君がいればやっぱ楽できる。ここで助力を得られるとは。その疑心に応え一層奮起せねば。天の助け、これならもうしばらく耐えられそうだ。敗北というのもなかなか面白い。お前と戦える日が楽しみだ。負けられぬ。活躍してくれる人がいるなら俺は昼寝でも。なんて無理か。ここまでか。撤退するほかない。あの兵力差を覆してみせるとは。ここは素直に感心しておこう。進んでいるようだな。守備は上々。よし、うまくいったな。